まさかこんなところでこんな絵を描くことになると思う。どっち、こっち、こっちです。こっちね。はい、はい、お願いします。あれですよ、チラシが入る大きさですよ。あ、そうか。おお、そっか。そうです、そうです。そっか、そっか。ありがとうございます。並べて、札を置いて。で、これぐらいの、これぐらいの幅あった方がいい。ここが中心になる。そうだよね。頑張れ。マジかい。これ働いてる証拠だから大丈夫。別にふざけてたんじゃないんだよ。ふざけてたんじゃないんぜよぐらいな勢いで。やることありますか？ないです。あと柱2本立ったらほぼほぼ終わりだからいいよってすいません。金額変えなくていいよね。あいいですね。柱伝えるっていうのはいいですね。だってこれ実際してないもん。公演中の方がで動画なんて全員存証で、しかもなんか本人として演じてもらいます。だがしかし設定はありますね。これ1番目です。この上で書いたらなんか波打っちゃった。これ3番目です。これ藤井さん。手書きか。手書きか、満載なんです。どうなったらね。あ、いい感じだった。森下、僕が書いたら何もしない。センスないから何もしない。責任は後ろだもん。責任あるのは後ろなんですか。こっち石井さん監修だから。これはちょっとまずいかもしれない。まずい。スタッフさんが看板を作っているとこの絵が、そして俺はそれを記録している。私は本気に撮りましたけど。マジですか。すいません、ね。ありがとうございます。はい、あれ絶賛公演でいいのか。あ、こんな感じで完成しました。そしてこっちの画伯たちが頑張ってくれました。